しゃべくりマッシュラ始まるよ。はい、皆さんこんばんは。2月の8日月曜日、537回のしゃべくりマッシュラの時間がやってまいりました。今日はね、2月8日っていうことでですね、ちょっと暮らしの歳時記みたいなものをね、ちょっと用意しました。はい、2月の8日はね、こと始めの日っていうんですってね。これはどうしてかっていうと、農産業が始まる日だ。それから12月8日はこと納めの日っていう、農作業が終わる日だよ。で、この2回あるんですけども、こと8日、ことの日っていう形のね、ちょっと今日あのそんな話出たもんですから、ちょっとあのネットで見ましてこんな話になりました。はい、真っ白はですね、やっぱり今日ちょっと曇っておりましてですね、雪は降りませんでしたけど、朝はちょっと寒かった、そんな経過が真っ白でございます。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、竹山随後稲荷神社氏子総代の山下光雄さんなんですが、これ今回ですね、稲荷神社に大きな絵馬を掲げて参拝者に何か書いてもらうっていうんですね。でそんなお話ですね、それとかあと、成り立ちであったりとかね、このいろんなことを皆さんで氏子さんたちでやってらっしゃる、そんなお話をねちょっと聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日もですね、マスクをはめたりなんかしながらやっておりますけども、一応そういった対策が出ておりますのでね、顔を見せながらやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。さてさて、初めにですね、そうだね、山下さん、これ、幼い時のね写真っていうのをちょっと持ってきていただいたね。これなんかもちょっと珍しいあれですね。どうなんですかね、これ。これはですね、昭和の5年に、加太淡島にある淡島神社というのがあるんです。はい、そこを分社した時のお祭りですね。お祭りでね、中央に真っ白の青年団の方が獅子舞を奉納してくれてるらしいんですよ。で、これお獅子、これね。そうですね。でちょっとそういう珍しい昔の写真があったものですから、なるほど、なるほど。ました。でもこんなでっかいのがあるなんてちょっと珍しい。それとあれですよね、これね、こちら。そう、今はね、林になって、雑木林になってますけど、当時は、桑畑で綺麗に整理されてましたね。はい、もうこんな上までね、みんな。で今見える、その手前、右側の、これがそうだね。左側の屋根ありますよね、小さい。これ、そうです。それが分社した淡島神社ですね。なるほどですね。あ、そうだ。これ入っていって左側にありました。はい、はい、あ、これがそうです。これが現在の淡島神社。はい。これはもうこういうあれですね。安座もそう。神社というか、はい。あ、でこれはまたすごいですね。これは山下さん、いや違います。違う、右が私です。あ、これがそう、あ、こちらは、そちらは近くの袖山さんという私より2つ下の方ですね。覚えありますこれ、覚えある？あります。何やってた時？これはちょうど初馬祭りの時に、うちの親父が撮ってくれた写真ですね。いい顔してるじゃないですか。これはどうですか？これもそこにいるのがワンパック坊主が私で、エプロンにかけてるのは地区の、おばさんたちです。おばさんたちです。あ、これお祭りの、ちょうどね、お祭りの前日、皆さん、地区の皆さんが出ていろんな用意をしてるんですよ。なるほど。で、右側の柱のところに丸いのがありますけど、あれがスピーカーで、あ、これね、おとびさんも、おとびさんもよく流してます。あ、そうそう、天海さんよくやってたんだ、60からバンバンとね。そうですね、そういう思い出になってる。まあ、花火も邪魔されましたね。そうですね、小さい時から私の、なんて言いますかね、思い入れのある神社なんですね。なるほどね、はい、これがなんかね、さっきの写真の裏側にこうやってあったんだけどね、淡島神社の、そうですね、ちょっと分かんないんで、ちょっとこれで説明していただいていいですか。竹山随後稲荷神社って言いまして、その由来が、ざっと書いてあるんですけど、はいはい、元禄16年1703年にですね、真田の藩主4代の殿様が
真田の江戸屋敷から開城に移されたという、はい、それで、享保8年1723年に三代の、うん、雪道公の開祖のある恵明寺にね、はい、移されてる。あ、その隣でしたよね。そうです、うん、あのすぐ隣のお寺です、うん、はい、で八代、藩主の雪広公の時に長一位随無以内って随無以内という名前を賜ってます。で明治になりまして、うん、神仏の分離令によって恵明寺より分離されて、はい、うん、ほぼ現在の位置に移されたと思われます。結構岩付きのあれなんですね。あの本殿のあの建物なんですけど、うん、それはあの真白高校のちょっと北側に梅野観音の、あ、梅野観音あります、あります。そこのお堂を、はい、竹山以内に移築したというふうに言われてます、なるほど、まあ、そんなような経緯になるんですね。だからあんなでっかい、ね、本殿でも今はちょっとあそこの梅の館なんて狭いですけど、昔は相当広がったところからね、はい、ありがとうございます。さてこれがそうですね、これが、下から見た前景です ね、 ね、そうですね。で上にあるその真ん中の本殿が最初に言いました、梅の観音からは移築されたと言われています。はい、でこれがこれはあの入り口の入り口です、ね、鳥居が並んだところ、はい、これだけどあれですよね、山寺定山邸のから奥へ入っていって、神田川を渡ってっていう形になるんですよね。そうです、そうですね、はい、綺麗、はい、に並んでますね。これ最近あの新しい鳥居を奉納していただきまして、で建てて建てたものですね。なるほどね、はいはい、これ結構あれですか、町の人とかこの近在の方っていうのがいらっしゃるんですか。そうですね、今はまあ参拝される方は昔に比べたら少なくなっていると思うんですが、うん、まあ、あの鳥居を奉納されるのは真っ白の方が多いですね、うん、なるほどね。あの長野の方とか、はい、それから、まあ、あの近くの真っ白にその昔住んでたとか、うん、お父さんが住んでたっていう方も、はいはい、あの鳥居をされる方もいます、はい、これはまああのお祭りのちょうど始まる日の写真ですね、うん、はい、こういう本堂とかでね、こういうこういう感じですね、はい、あ、真ん中にあの油揚げと、そうだ、油揚げお供えで、あ、これね、揚げて、はい、はい、これがあの先ほど言いましたけど今年ね、4つ、5つあるか、4つだね、今5つ目を用意してます。5つ目を用意してる、はい、はあ、これちょっとね、手が大きくしてね、見ますけどね、こういう、あ、ちょっとピントがあれだけども、でも、家内安全だとかね、ええ、うん、いろいろといろんなことを書いてます、うん、まあ、これを設置したのはですね、うん、まあ、昨年あのコロナの問題で参拝されるお客様も少なくなって、はいはい、ええ、そういう中でもね、うん、あの参拝に来てくれる方がいるんですよ、うん、はいはい、ですからそういう方の気持ちが、うん、まあ、神様に届くやなというのと、うん、いろんな、あ、願いをされる方がいると思うんですけど、うん、そういった人たちの気持ちをこう何か表現できないかなということで、あ、まあ、そこに絵馬に大きい絵馬にね、うん、描いてもらったらいいのかなと思って設置を始めました、うん、やった途端にいろいろと描いてもいただいて、あの、よかったね、たくさん描いていただいてね、あの本当にすごいね、うん、よかったなと思って、ね、警察官になれますよ、うん、ね、ありますね、いろんなあります。でも、ね、明日も生きられますようにってなるよ。まあコロナとそういう、ね、うん、まあ、そういうのありますな、ね、はいはいはい、嵐に会えますようにって書いてあるすごいね、ジャニーズのあれだと思うんですけど、ね、まあコロナが収束しますようにとかね、はいはいはい、ありますね。でも良かったですね、こういう、まあ、どういう思いでこう思いつきっていうか、ちょっとやっぱ考えたんですか、うん、っていうかね、やっぱり、うん、参拝される方がね、その気持ちが届くように、あるいはそういった気持ちに寄り添っていくにはどうしたらいいかなと思って、うん、いろいろ作りました、はい、でもここにもこういう鳥居みたいなこれあるですけど、これはあのあれ山下さんちの方で作ったりとかってやっていったりするんですか。ああ、それはね、うん、参拝される方が自分で持って、ええ、作って持ってこられて、ああ、そうなんですか、掲げてるんですよね、はい、あの病気の祈願だとか、ああ、そういろいろありますね。なるほどね、
うん、喉の調子が良くなりますようにって書いてあるよコロナウイルスが収束しますようにってのもあります、ね、猫が可愛くなりますようになっていろんな思いいろんなのありますが、これもなんか書いてある、参拝の皆様へってね、お願いですね、はい、お願いで、うん、皆さんの将来の夢やね、希望、社会の願いなどを書いてもらえばいいのかなと、うん、個人や社会の中望中小へをご遠慮くださいって書いてある、それは書いてからいいと、あれかなと思います、うん、明るく見る、明るい未来、広く社会の安定を願うものでお願いしますなんて書いてありますね、やっぱりそういうの書いておいた方がいいですね、そうですね、うん、まあ、これ鶴までもね、やってますよはい、あ、これは今年の干支の、ね、うん、今を、うん、販売してます、販売してます、ね、もうね、まあ、常時社務所に事務の方とか我々いるわけじゃないんで、そうだね、もうそこの賽銭箱の上にはいて、うん、お任せなんで、ね、はい、全員を賽銭箱に100円入れてもらって、それで、はいはい、いろいろ書いたり持ってってもらえばいいかな、はい、なるほどね、これね、私が今ここね、何もなくていいなと思って、本当好きなんですけど、これね、いや、上はね、ちょうど東向きなんですけど、うん、中腹にあって、うん、淀山の中腹ですから、眺めがいいんですよ、これは野呂山ですね、そうです、野呂山、はい、で、ここに、あの海禅寺、海禅寺、この下にあって白鳥神社、白鳥神社あって、この反対側、そこがあの大本営の近頃の発想ですね、今ね、気象庁の地震観測所になってね、天皇御座所って言いますね、はい、で手前の森が中村神社、これがね、うん、あ、こっち、これだね、これ中村神社だね、善光寺のエコー柱、エコー柱、そうだね、やりました、はい、これが真正面ね、これが水上山ですね、ね、その山の間があの豊坂や豊坂になりますね、そうですね、はいはい、でもね、いいじゃないですか、眺めよくてね、うん、気持ちがいい、こちらちょっと北側の方ですね、うん、これがあれですね、浜飾り、はい、金陽山ですね、はい、ちょっとこれあのなんていうの、あ、葉っぱが出ちゃったらちょっと厳しいなってなります、今はね、葉っぱがないからよく見える、うん、今ちょうどいいじゃないですかね、私の小さい頃はこんなに木が大きくなかったんで、あ、なるほど、よく見えたんですよ、なるほどね、で地元の人もね、うん、あの長野のあの恵比寿湖の花火、うん、こっから見てたんですよ、ああそう、さてさて、これはどうしたんですか、一昨年の台風の時に、うん、鳥居が、うん、将棋倒しになってしまった、はいはい、時の写真です、なるほどね、こういうのもあれですね、ああ本当にすごいですね、これ皆さんであれですか、あのこれは春祭りの時の境内の手入れ、手入れでね、この後にあ、こういうのも皆さんやるんだ、はい、これがあれですね、これはですね、じゃない、初馬の月の縁起物をですね、うんうん、山にみんなで竹を取りに行って、はい、で縁起の笹飾りを作るんです、はいはい、あ、これ奥さんたち、これ地元の奥さんたちが、はいはい、その縁起物を作って、はい、マユダガとかですね、タイダとか、はい、あ、まあ、これタイね、はい、そういうものを取り付けてるところですね、うんうん、結構皆さん一生懸命やるんですね、はい、これはこれは初馬の当日ですね、あの先着400名に無料の福引きがあって、うん、大だるま、うん、福飴、それからティッシュペーパーなんかが当たるんです、なるほどね、これは今のみんな一生懸命やって、これは初馬の時ですね、うん、こういうあれをみんな、縁起物これは買っていくんですね、はい、はい、これがさっきおっしゃったあれだね、それがあの福引きで当たる大だるまですね、なるほど、はい、まあ、これはい、ね、あ、揚げを揚げる、揚げるっていうか、さっき奉納してるするって、ね、はい、これはどうしたらみんな一杯やってるんですか、一杯じゃなくて、あの朝6時から初馬やってますんで、あ、そうかそうか、そう、朝ごはん、うちから皆さん食事してこないんですよね、だからみんなでちょっと交代で、うん、あの社務所で食事をしてます、あ、これもちょっと珍しい、これも、ね、珍しい写真を見せていただいていい、松代武州作戦のためにね、うん、北原白秋と 草川新さんが、うん、この竹山稲を訪れてるんですよ、うん、これもなんかね、これ草川新さんの、まあ、お父さんお母さんがあの松代町西条の出なんですね、うん、
そういうのもあって、草野伸さんは真っ白と面が描いたんですね。あ、こういうのもね。あ、これは、石道具なんですか。石道具なんかもね。こうやってみんな、これもう氏子で直してるんですよ。氏子さんって何いらっしゃる。私の若い頃、20年、30年ぐらい前はですね、24件あったんですよ。で現在は14件ぐらい。それでこれお守りしてるの。そうです。その14件にはお守りして、そういったお祭りをしてっていう。これもやっぱり奉納するのにこういうような形で、奉納いただいた鳥居をですね、今近くの建築屋さんに、お願いしていただいて、であと穴を掘って建てるっていうのは自分たちでやって。そうですか、すごいな。でペンキなんかも自分たちで、あ、これやってますね、やってるんですよ。今年はどうなるんですか。今年はですね、コロナの問題まだ収束しませんので、通常の2月の11日の、日に祭日なんですけど、そこで初馬をやるんですけど、今年の初馬は中止ということで。なるほどね。で普通にお参りするっていうことですか。そうです。氏子との神事を滝沢宮司にお願いして、それだけはやろうというふうに考えてます。じゃあ昔みたいにどんどんやるってあるじゃない、縁起物とか、先ほどの福引きですか、そういったものは一応中止ということでね。まあ最後になりますけど、これ山下さん、今後はどんなようにやっていければいいかな。そうですね、ですか。今後長い間先輩方がね、守ってきた神社ですので、これからも、そういった意思を継いで、守っていきたいなというふうに思ってます。わかりました。それともう一つですね、この神社石膏のようにこの東向きで眺めがすごくいいんですよね、ですから参拝された方がほっと穏やかな気持ちで参拝できるような、そういう神社にしていこうかなというふうに思ってます。わかりました、まあ、期待しています。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。いや皆さん素晴らしいでしょう。いや懐かしい。なるほど。私もね、毎年初詣の時にね、お伺いしてるんですよ、それでね、今年は今ね、中止っていうのも寂しいですね。昔ね、今も福引きっていう話ありました、当たったことあるんですよ。あ、一等じゃないですけどね、結構三等か四等かなんかね。あ、そう、いっぱいか。ね、なんかね、雨じゃないですか。雨かな、なんかね、熊、なんかね、もうかっこいいの、これ。もう、だいぶ前ですからね。嬉しかったですよ。その年はいいことあったね、やっぱり。ね、嫌なことね。まあ、今年はじゃあ残念だね。残念ですね。思い出しながらね、お聞きしたんですけどね。まあ、でもね、自分で気持ちを、さっき山下さん言っても、こういや、素晴らしいとこ行って、気を沈める、いいと思う。いいですね。いいよ。はい、残念ですね。はい、はい、そんな形で、ということで、今度ですね、山寺定山亭、さっき言いましたね、山寺定山亭からちょっと上がっていけばっていう因なり神社なんだけど、山寺定山亭でね、はい、今回はね、これなんて、なんだって、なんでだったら、真っ白海上400年。あ、真っ白、そうそうそう、ここにある、真っ白海上400年に向けてってのでね、真田宝物館でね、堀畑さん、学芸員さんにね、講演をしていただく、このね、14日、日曜日午後2時から、山寺定山亭で行います。ぜひお出かけいただきたいという形です。はい、ぜひおいでいただきたいと思いますね。さてさて、来週は宮坂さんでございますけど、どういうあれですか。来週はね、久しぶりでね、来週はですね、今の区長会長さんね、松城の区長会長さんね、久保田さんにおいでいただきまして、その久保田さんなんですけども、長年ですね、その真っ白学園のね、
先生としてに始められた方なんですけども、その抹消学園でですね、今回その今回といいますかね、来週からNHK の大河ドラマで青天を衝けっていうねドラマが始まるんですけども、その主人公のね、渋沢栄一っていう方なんですけども、その方とね、その世界の青春王という方ですね、その抹消学園の経営にも携わってね、今井五一さんという方がいらっしゃるそうなんですけども、その大河ドラマの渋沢栄一さんとですね、その今井五助さんのね、関係ですね、そこら辺をね、抹消学園の今のその久保田さん中心になってね、本をね上司誘うなんですよ。でその中でですね、その今井じゃなくて、その渋沢栄一さんがね、その信州に素晴らしいあの言葉をね大変残されたというような、そんなお話からですね、いろいろその3年後ですかね、1万円札も肖像になるというね、そんな話も含めてね、素晴らしいお話を聞けるんじゃないかと。私なんかね、その一万円札の縁でね、来週お話してね、今度一万円札でね、縁もしたいと思ってますね。15分で間に合いそうですか。15分で間に合いそうです。間に合わねえかな。30分でやらなきゃいけないから。おいおいおいだよ。まあまあ、それは楽しみに、はい、そうなんですね、やっていきましょう。そうなんです、はい、はい。ということで、来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松城はあなたの街。それそれそれくらい松城、また見たね。